今ダッシュ王です。後ろからの福島勢、ここは4番の伊藤司、1番の岡田哲夫、こちらもラインでは上位の人気、対する3番門口相手に後ろから前を追ってまくりになりましたでしょうか。4番の伊藤、先行勝負は3番の門口誠也です。逃げる3番門口、番手5番の永山英二が続いて2番市川博明、後ろから福島勢のまくりがどうか。最終バックで4番伊藤司がまくり上げてきました。逃げていくのは3番門口誠也、ちょっと厳しい4番の伊藤、変わって切れ込んできた1番手は岡田哲夫、直線勝負、最後は番手から5番永山英二、永山先頭に変わって合輪、あと1番の岡田哲夫。今ダッシュ王です。前に変わった2番の前島恭平がペースを握っています。今日は自身の誕生日、前島が先行で勝負をしていきそうです。後ろからのまくりになった1番車は桜井俊之、じっくり今日は構えて残りあと1周です。主導権関東勢です。2番前島恭平、4番高橋芳樹、その後ろが6番の三沢克成、そして後方から今4番手1番の桜井俊之、まだ動けないのか。今後方4番手桜井はまくりどうなんでしょうか。前粘るのは2番の前島恭平、ようやく1番の桜井も迫ってくるんですが、前ちょっと粘り込んで届かない感じがありますが、4番の高橋芳樹、6番車三沢克成、短期で3番の松岡芳彦後ろを回っていますが、ちょっとラインが崩れましたけれども、今打掌で6番の神尾慶と短期で前踏んでおります。そして関東勢追ってきていまして、1番の細沼と5番の青木、残りはあと1周回。さあ後方からは7番山本博文がまくってきますが、後ろがもつれて3番松岡が番手をさばいて追ってきています。最終2コーナー、一気に7番の山本博文が同期6番の神尾慶斗をまくり切って先頭、最終バックです。7番の山本博文、後ろには3番の松岡芳彦が追走して、7番3番その差が空いて、1番の細沼、5番は青木、直線コース、7番の山本博文が先頭で押し切って合理、あとは3番の松岡芳彦。そこを警戒していますのが前にいる近畿勢、5番の布井が前にいますが、そこをかわしに行く4番の立花翔也、ただ前踏んでくる5番の布井も抵抗をしまして踏み合っていますが、第4コーナー回ってくる、さあここからうまくバンと収まってきました。5番の布井翼、3番手になったのが1番の太田孝之です。短期の先行で4番の立花翔也、その2番手続いていますのは5番の布井、最終バックを通過です。最後方からは2番の村上隆彦まくってきていますが、先頭は逃げる4番立花翔也、2番手からさあかわしに行くのは5番布井翼、追って1番の太田が3番手、直線越し、最後は4番の立花粘り込んで差し交わした、5番車は布井翼、最後かわしたようです。地元大ベテラン6番車の三谷幸寛が続いていまして、もう一度上がってくる4番の助川、7番の内山啓太がそこを見て再度突っ張っていきますけれども、並んできた4番の助川翔太郎、ただ合わせきりまして7番の内山が先行、今日は突っ張っての先行です。最終周回、主導権は人気の近畿中部勢、しっかりと出切っていきまして、7番の内山啓太、番手は5番長橋武史が食い下がって最終バックを通過、後ろ中部勢も3番は樋口翔平に、1番の市野茂、あと地元6番の三谷が5番手ですが、前ここはラインで決まってきそうです。近畿中部勢直線コース、7番の内山啓太先頭で粘り込んで合輪、そして5番は長橋武史、3番の樋口翔平、もちろん主導権取り、ここを意識しての勝負になりますけれども、ただ2番手で2番の
細田真奈美が続いています。今脱走で中段から少し動いたのは4番須崎綾、ただ前は依然として7番の畠山翡翠、じっくりとここはペースを握ってこれから残り1周です。2番手で2番の細田真奈美が回っていまして、その後が混戦模様。今細田が絶好の位置、2番手追走でまだペースは上がりませんが、7番の畠山翡翠がまだ流していまして、向こう上面最終バックまだ踏み込まないか、ここはマイペースになっている。2番手が2番の細田真奈美、その後からは3番の塩田文美、6番高本美穂も上がってきますけれども、さあ抜きに行くのは2番の細田真奈美、7番の畠山翡翠を今日もかわしていって先頭に変わった2番の細田、連勝で合流。あとは7番の畠山翡翠と6番の高本美穂。尾形は昨日まくりでしっかりと勝ち切っていますけれども、一旦抑え込まれていまして脱走。前からは7番の南まどか、後ろ2番手で1番の高木ゆまが回っています。そして人気の4番尾形真央、今はまだ出ていけない流れになっていますが、6番の野崎奈美が3番手に入ってきましたが、そこをまくり返すのは4番の尾形真央、一気に来ました。脱走、今もう最終周回ですが、2コーナー手前まくり切って先頭、後ろ離していく4番の尾形真央、最終バック先頭、その2番手以下追いかけてきました。1番の高木馬が2番手からかわしに行く尾形を、高木馬がかわしていきました。そして5番の三宅玲奈が続いてくるが、しかし踏み直して再度先頭に変わって盛り返して4番の尾形真央が先頭でゴール。1番は高木馬、5番の三宅玲奈。番手を回る3番朝日サムを中心に人気になった中部近畿勢、前に変わっています。7番の小川大地、ここは先行含めての今日は勝負、一番先方としては幅がありますが、別線を警戒しながら前へと行っていますけれども、6番の小林が思い切ってきました。残り1周回かましていったのは南関東勢、6番小林弘石が主導権取って追って、5番は柴田健、さあ7番の小川大地ですが、ちょっと展開厳しく後方になってしまったか。今度は4番の長沼健太まくってくる、先頭は6番の小林ですが、並ぶのは4番の長沼健太、ここも応戦して5番の柴田健と1番の伊藤、さあこのレース混戦模様、4番の長沼健太追い込んで5位、外からは3番の朝日サム。まもなく脱走です。5番塚本に乗って地元3番車は乃木義則、人気になっていますが、一気に出ていくでしょうか。5番の塚本、前々踏んでいくのは別線で神奈川勢6番の対馬が踏んでいきました。先行勝負になりました対馬太陽。番手2番は井出昌司です。その後ろから近畿勢追走で7番の川村と4番の川本、後ろ牽制していますが、それでもまくってきた5番の塚本勝志、ちょっとマークの3番乃木は苦しくなっていまして、短期でまくり切ったのは5番の塚本勝志、後ろ切り替えてくる7番の川村明則が2番手追走で、あとは4番の川本圭司3番手、直線コース、先頭は5番の塚本勝志が振り切って合流、その後は7番の川村と4番の川本。後ろ2番の奥谷博美との連携なんですが、今脱走、 A 級の準決勝、4番の久保田、別線を睨んで再度上がってきた5番の林ですけれども、残りはあと1周回、4番久保田踏み込んでいきます。しかし強引に来る5番の林隆弘が抵抗して力勝負になっていますけれども、単独で5番の林が前に出ていくのか、それでも応戦する4番の久保田が突っ張り切って最終バック先頭です。2番手絶好の展開は1番の高木翔、後ろからは3番伊藤明則が迫ってきましたが、2番手1番の高木翔回っていまして、7番は今崎が後位追走、直線コース、最後は1番の高木翔が差し込んで追い込んでのゴール、あとは7番の山崎輝夫。
下げて中段が2番の安倍大成ですけど、後ろからは今脱走で3番佐々木隆が来ました。一気にかましてきました。さあ佐々木思い切って動いて、さあ別線がどう出るか、一旦引きました。3番手5番の末広、後方になった2番の安倍、ちょっと展開は厳しくなってしまった2番の安倍ですけれども、最終周回先行勝負は3番佐々木隆、北日本勢主導権、先まくりを打つのは5番の末広帰り、6番鎌田のブロックもあるんですけども、後ろからはようやく2番の安倍対戦まくってくる激戦ですが、最終3コーナー一気にここは2番の安倍が前を捉えていくのか、5番の末広も踏んでいますけども、捉え切ったのは2番の安倍対戦、捉え切って最後は埼玉東京勢ゴール、2番の安倍と7番の寺沼。1番の阿鼻子宗義、昨日は突っ張って別線完封、粘り込むレースしていますが、さあジャンが鳴って番手回り、4番は岡部義行、6番の浦崎が続いての3番手、中段変わらずに2番の栗本が続いています。後方3番は酒井、5番は井上、体勢変わらずに最終周回です。前から先行1番の阿鼻子宗義、番手をしっかりと回っていこうという4番の岡部義行、最終バックを通過、まだ1本です。後ろ動きがなく、ようやく2番の栗本武則が迫ってくるんですが、どこまで迫ってくるか、先頭は粘る1番の阿鼻子宗義、番手4番は岡部義行、最後直線岡部追い込む、こらえ切った2番は栗本武則、ゴール7番車山田浩二、最後は南関東勢でした。